さあ残り、3台頑張りましょう。40ページ演習24ですね。白鵬ですね、直線 y イコール2分の 1x プラス3のグラフ上の点のうち x 座標が2の点を a とする。点 a を取る曲線 y イコール x 分の a のグラフ上の点で xy が両方ともに正の整数である点の個数を求める。もう何言ってるか分かんないでしょ。とにかくこの時具体的にね、分かっているものから書いていけばいいんです。でしょ。まあ一応頑張ってるんですね。で、この上の点 A ね、点 A の X 座標が2って書いてあるわけじゃないですか。ということはこの点、この丸1に2を代入すればいいわけでしょ。ここが分かんないわけじゃないですか。点 A ね、で点 A は丸1乗の丸1乗に存在でしょ。存在ゆえ、y イコール1プラス3で4と。だから点 A は2、4と置き換えると。でしょ。で次です。で今度は点 A を通る曲線 y イコール x 分の a でしょ。だからここに4、2と4代入してもいいんですけども、もう変形しちゃっていいんですよ。だからより a イコール xy と置き換えるでしょ。隣 A を通るので A イコール 2×4 で8だと。でしょ。でこの Y イコール X 分の A のグラフ上の点で X 座標と Y 座標は共に正の整数でここで通るので8よって y イコール x 分の8と分かったでしょ。でこれ丸になった。で次にでここで乗で丸に乗の点で xy 座標だよね。y 座標が共に言い換えると自然数って言い換えちゃった方がいいかもしれないですね。その方が間違いしないです。自然数である点は、もうこれ、いわゆるさ、これもう一回書くと、x っていうのは8の約数じゃなきゃいけないでしょ？だって割り切れなきゃいけない。これは8の約数である。だから x っていうのは1248であれば必ず8を割り切るから x も y もともに自然数であるでしょ。8で、である点はよりでいいか、よりも8でなるとね。よって1,2,3,4 ここになる。いかがでしょうか、ね、あの順番に考えていけばいいけど、これただあの文章をバーって読んでいくと何が何だか分からなくなりますけど、分かっている情報をどんどん丁寧に書いていくと自然に分かっていきますからね。よろしいでしょうか。はい、これで発行終わりです。次行きましょう。次、埼玉県ですね。右の図より関数 y イコール 2x と y イコール2分の 1x のグラフがあり、これらの直線上にそれぞれ x 座標が2となる点 AB があり、線分 AB を一辺とする正方形 ABC に、読んでるのめんどくさい。で、まあ皆さん、よし。皆さんしっかり読んでくださいね。よいしょ、こうでしょうね。で、ですね、これ正方形書いとこうかな、もう。正方形を。こうですね。で、こういうのと、ちょっとあんまうまくないやつが、ちょっと許してください。ちょっといいや。で、これがね、y イコール 2x です。で、これが y イコール 2分の 1x です。
で情報をどんどん書き込んでいきますね。どんどん情報は自分で書き込むという癖をつけた方がいいですね。でここが2です。でここが、2のだからここが当然1になるでしょ。当然ここが4になるんですよね。なぜかっていうと AB の X 座標が2なので、Y イコール 2X に2を代入すると4だからこのここは4になるんですね。で点 B は Y イコール2分の 1X 乗の点なのでこの X2 を代入すると1になるというふうに分かってくる。そうするともうちょっと話するとこの正方形は 4AB が 4-1 でこう3になるでしょ。当然ここも3になりますよね。わかります。全部3じゃなきゃいけないから。でこんだけ情報が読み取れました。さあ問題に振っていきましょう。この時直線 AC を求めなさい。だからもう今ここでだいぶ情報読み取れたでしょ。今 A と C を求めればいいんだから点 A の座標だからこういう時はこういうふうにやればいいですね。幹図より高校数学でもよくやるんです。図を書いちゃえばもう変な説明するよりも一目瞭然なんですね。だから右図ですね。右図より点 A は42にならなきゃおかしいです絶対に。24だ。24ごめんなさい。点 A は24なんだけどいけないでしょ。でもほらここ見て全部 1.3 だからこの BC の長さも3なんで B の X 座標2だからここに3足してあげればいいんだから当然ここ5でしょ。でこれ BC っていうのはほら点 B と点 C の X Y 座標絶対等しくなきゃおかしいですよね。正方形だからよろしいでしょうか。でということは点 C の座標っていうのは51になるじゃないですか。51よろしいでしょうか。よって求めるでしょうか。求める直線の方程式を y イコール ax プラス b と等と代入すればいいのでね 2a プラス b は4 5a プラス b は1で、これ丸1、丸2とします。で、丸2から丸1引くか。ね。5a から 2a 引くから 3a でしょ。b は消えますよね。で、1から4引くからマイナス3。で、a はマイナス1になる。で、当然傾きはマイナス1になりますよね。で、どうしましょうか。丸1にする丸1を、ね。まあ、これ何にしましょうか。マイナス 2a プラス、あ、マイナス 2a じゃない。よし。マイナス2プラス b が4。b イコール6と。ね。これで求まりましたよね。よって、はい、a がマイナス1、b が6。よって、y イコールマイナス x プラス6になる。いかがでしょうか。大丈夫でしょうかね。2を入れると4だ、5を入れると1になりますよね。だからなるべく図をね書いてどんどん情報を書き込むといいですよね。よろしいでしょうか。一目瞭然ですよね。さあ最後でね、演習26はこれはめちゃくちゃ難しいです。ね、問1は問題ないんですけど問2がこれは難しいです。なんだろうな、普通の高校生って変ですけども高校1年生なんかにやらせてもできない人が多いんじゃないですかね。問いには難しいですね。しかし国分寺だからしょうがないですかね。問いみたいな問題をさらっと制限時間内で解いてくるような講座をしちゃうと学校の先生楽かもね。そういう生徒を期待してるんでしょうね。前話したから裏校なんか新入生に教科書を数学の教科書で 40-50 ページ分まで全部春休みやらせてね、その先から学校高1なのにスタートするっていうぐらいだから国分寺もそうなんでしょうね。
分かんないですけど、さあやっていきましょう。右の図1で点 O を原点、 A を座標20、難しいですね。これもちょっとね、なんか座標書かないと。これ本当ね、難しいです、この問題は。難しいけど、やっぱりね、このぐらいの問題は載せとかないといけないのでね。よ、9でしょ、これが1。で、M でしょ。N ね。で、今、点 A 座標。この X、Y、X 座標、ここ2で、X 座標が2、Y 座標が正の。だから、ここが2、また、ここが2なんですね。だから、Y 座標が分かんないんですね。いやらしいですね。で、原点を落とし、点 P を通る。点 P の X 座標だけ分かってるんですよ。と直線 L との交点であって、うん、直線 L に平行、M と L はこれ平行なんですね。これ重要です。そして、直線にですね、で点 P を通り、点 P を通り傾きがマイナス1の直線が N だと、うん、で N と M の交点が9だと、だこの傾き Y イコールマイナス X プラスなんとかっていう形なんですね。よろしいでしょうか。そこでまず問1、点 P の Y 座標、点 P の Y 座標が1の時、ここが1だと分かった。点 Q の座標を求めよう。あ、いいですね。点 P の座標が分かりました。ね。点 P の座標が、2、1と分かりました。で、これ、接点は原点です。ということは、直線 L の傾きっていうのは、2で1やなわけでしょ。分かります。ということは、点 P、2、1より、直線 L の方程式しちゃおうかな。方程式は y イコール2分の 1x と OK です。で、また m 平行 L よりね。L より。で、もう m ってほら、接点 P って分かってるでしょ。だから、なんだっけ。より。直線 M の方程式は、方程式は Y イコール、まず傾きは2分の 1X、接点が2って言われる、プラス2になる。よろしいでしょうか。これも丸1にしましょうか。で、あとは、交点9の座標でしょ。で、L っていうのはさ、傾きマイナス1でしょ。で、点 P を通るんだから、この、まあいいや。そして、直線 N、直線 N、N の方程式は、条件に、Y イコールマイナス X プラス B、等計、点、2、1を、1を通るので、よいしょ。よいしょ。どうしようかな。マイナス2プラス B イコール1、B イコール3と。ね。よって、Y イコール、マイナス X プラス3になる。そうですね。ね。で、これは丸2にしましょう。で、あとは交点だから、これ丸1と丸2を連させるんでしょ。で、丸1、丸2を、ここで、で、ここで、丸1、丸2を連立させ、させると、そうするとね、x イコール、3分の2で y イコールね、3分の7なんですね。3分の7、これとこれ連立方程式です。
だから2分の 1x プラス2以降マイナス x プラス3を解けばいいんですね。そうすると x イコール3分の 2xy イコール3分の7になります。うん、よってゆえに点 Q というのはこう3分の2 3分の7になったということですね。いかがでしょうか。でここでも案外しんどいと思うんですけども、問いにはめちゃくちゃしんどいです。問いには本当わけわかんないですね。だからこれ解けた人は本当にすごい、すごいっていうのは解けてんでしょうけど、私なんか絶対解けないですね。よいしょよいしょ、よしやりましょう。じゃあ最後ですね、これでこれはできなくてもいいんですけど、ある程度数学に自信のある方はこの試しに解くといいですね。これ頭の中よほど整理してないとって、慣れてないと解けないですね、この問題。ただね、最初の問1はほんのちょっとはヒントになってるんですよ。やっていきましょう。右の図にはこれも図2ですね。図1において点 Q の x 座標が1、もう点 Q 交点ね、N と M の交点の X 座標が1って与えられているんです。なった場合を表している。で、点 P の、このここですね。点 P の座標を求めてくれるんですね。ここの座標を求めてくれる。ただし答えだけじゃ途中式に書けるんですね。はい。で、まず M と L 平行でしょ。で、L は原点を通ってますから、切片0なんで、いわゆる点 P の、Y 座標。Y 座標を設定することによって直線 L と直線 M の傾きが求まるんですよ。なぜかって右上に行って、あと点 P の Y 座標だけ上に上がったものが傾きだから。そこでまず点 P の座標を、なおかつ点 P の座標を求めたいんだから、まずこうですね、問いに点 P の座標を2C もう置いちゃうわけ。まずここで置けるかどうかが勝負ですよね。と置くと、と置くとですね、なんだっけ、直線 OP の傾き、傾きは2分の C でしょ。2で C 上がる。これを 2C ですかね。これ C だから 2C より、直線より、特に人数の点の C で、L 平行 M ね、 L 平行 M より、直線、直線 M の方程式、方程式は、ただこの点 A の座標はこれは変わってないんですね。図1においてって書いてあるでしょ。図1において点 Q の X 座標が与えられたんで、点 A のこの Y 座標は変わってないので、 Y イコール2分の CX プラス2だっけ。わかります。で、方程式が隣、点 Q の座標はどうなるかというと、点 Q の座標っていうのは直線 M 上の点であって、なおかつ X 座標1なんだから、ここに代入してあげれば12分の C プラス2と。ね、で次にですよ。で次に今度は何を使っているか、今度これでしょ。直線 M をなんとか、いわゆる今直線 M をこの C を使って表現したんです。
だ今度はこの直線 M を C で表現できれば、M も N も文字1文字で C で表現できるんだから、あとは何かならないかなと。まあその程度まで方針になってください。とにかく M と N をこの C を使って表現できれば、1文字で表現できれば何かできる、何とかなるんじゃないかっていう方針をまず立ててくれれば、まずそこでまず合格っていうか十分なのでね。で次に、ね、もうここで話は変わります。これ直線になります。直線は傾きがマイナス1です。これは変わってないんですね。だから次に、直線 N。直線 N は条件より、Y イコールマイナス X プラス D と置けると。ね。もう C 使っちゃったから D にします。D と置けると。ね。D と置け。で、これが点 P を通るんでしょ。点 P っていうのはこれでしょ。EC でしょ。と置け。点、P を通るので。通るので、こうなりますよね。どうしようか。まあいいか。C イコールマイナス2プラス D。だから D イコール、C プラス2。いかがでしょうかね、うん、よろしいでしょうか。で、これっていうのはほら、これでしょ。直線 N のこの切片の部分でしょ。だからこれを丸1にする。で、これを丸にする。 C プラス2と、C プラス2だから丸2より、Y イコールマイナス X プラス2プラス C と、これ丸3にしましょう。丸2より直線 N の方程式、方程式はとなる。ほら、ここで見てください。 M をほら C を使って表現できたでしょ。 C1 文字で。で、直線 N もほら C1 文字で表現できたでしょ。で、今これを求めたいんでしょ。そしたらこの点 Q は何かっていうと、ここにあるじゃん。だから X が1の時2分の C プラス2にならなきゃいけないわけ。丸1も、丸1の X に1を代入したらまあこうなるし、丸3の、X に1を代入したらば当然 Y が2分の C プラス2にならなきゃいけないわけ。わかります？ということは、この点の座標、点 Q をこの丸3に代入すれば C だけの方程式になって、ほら、求めたい C が求まるんだと。こんなの中学校3年生解けな、まあ、解けるんでしょうけどね。で、最後までやっちゃいますね。これ消しますよ、このとこね。よろしいですか、ね、だからこの問題はこれ高校生だって解けないですよ。文系の高校生なんか絶対に解けないですよ、こんなの。となるとね。よって、点 Q は、丸3乗、丸3乗に存在するので、代入すればいいんですよね。そうすると、Y にこれ代入するんですよ。2分の C プラス2、その時にこう1だからね、マイナス1プラス2プラス C だと。そうするとどうなるの、C プラス1、全部2倍しちゃおうか。 C プラス4イコール 2C プラス1と、2分の C でマイナス、そうですね、よいしょ。待ってくださいね。ちょっとごめんなさい。はい。で、これ全部2倍しちゃいましょう。C プラス2イコール 2C プラス2ですね。あれ、どっかで違ってそう。あ、ごめんなさい、もう一回言います。これ、これとこれを2倍するんですね。もう疲れてきました。C
C プラス4イコール 2C プラス2ですね。すいませんでした。そうするとこっちをこっちに移行してこれをこっちに移行すると C イコール2になると。よろしいですかね。あるデータじゃないですか。で、従ってこの問題はね、点 P が22になるんだ。もうこれ捨て物でもいいと思うんですけどね。よろしいでしょうか。だからこういう時はね、ポイントは一番のこれですよ。点 P の座標を使うことによって傾きが求まる。それは問1の方で練習しましたからね。だからじゃあ点 P の Y 座標を C と決めて、とにかく持つし、この C を使って直線 M と直線 L を C を使って表現できないだろうかという方向でやっていくと、徐々に明かりが見えてくるという問題ですね。これは大変難しかったと思います。ではこれでまずここまで終わりにしましょう。お疲れ様でした。